はい、皆さんこんにちは、渡辺です。プロ野球スピリッツ2015高橋由伸でのスタープレイヤーモード続きをやっていきたいと思います。今回はですね、中日ドラゴンズとの3連戦ですね、お届けしていきたいと思います。ただその前にですね、ちょっとアシスタントをですね契約していきたいと思います。お給料減りましたからね。調子が上がる系がいいので、このアロマセラピストさん契約しましょう。おいくらでしょうか。140万円高いな。メンタルラントレーナーさんもいいけどな。メディカルトレーナー、お医者さんとかいいっすね。肉体年齢が上がりにくく下がりにくい、フードコーディネーター、疲労回復しやすくなって肉体年齢が上がりにくい、まあ、この辺ちょっとまとめて契約していきますか。高そう。うわ、高え。いや、このフードコーディネーターの方にしよう。こっちは安いでしょ。え、510万もするの。ちょっとしくったかな、もしかして。めっちゃ高い。とりあえずアロマセラピー受けて調子をちょっと上げましょうか。で、疲労が63あるので続けて疲労回復してください。29回復しましたね。さあ、これで試合に臨んでいきたいと思います。あ、今日休息日だったんだ。じゃあ特に必要なかったかもしれないですね、あの視圧とかはね。まあでもいいでしょう。金が739万か、ちょっと心もとないよな。さあ、気を取り直して中日との3連戦していきましょう。先発は浜田ですね。吉野は4番ライトで、坂本勇人、ジャイアンツのね新キャプテンはスタメン打ちしてますね。二遊間は井端片岡のコンビ。今日の先発のスタメンのねマスク誰だったかな。相川、小林、阿部、まあ誰かだと思うんですけど、阿部もね一塁に定着しないでキャッチャーをやったりしてますね。これからジャイアンツ東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの4回戦です。今日はキャッチャー阿部ですね。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。坂本がベンチにいましたけどね。小宮山さん、で阿部がマスクかぶってますね。現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか。いや、基本的に兼任監督、谷重元信キャッチャーは8番です。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。さあ、最初の守備ですね。1回の表、まずはジャイアンツの先発、今日は大竹が東京ドームのマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。バッター、これはどうだ。片岡セーフだな。アウトか。よかったよかった。大島足も速いですからね。とは言っても1回の表に2点先制されてしまって、1回の裏の攻撃、高橋由伸は2アウトランナー2塁で、対する浜田というところ。なおもチャンスは続きます。ホームラン18本、1点で多く返しておくことが重要ですから、この打席はしっかり得点に結びつけたいですよ。なるほど、そうですね。第9球何投げてくるか。まずは変化球から入ってきました、ね、さあ第2球はいった。これ失投ですね。
バックスクリーン19号ツーランホームランです。同点ツーランホームラン、卓球高々と舞い上がり東京ドームのスタンドに消えていきました。完全に失投を捉えましたね。追いつきましたジャイアンツ2対2。甘い球を見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね、らしいホームランを見せてくれました。取られてもすぐに取り返します。カーブだと思うんですけどね、真ん中に入ってきましたね。カーブがバックスクリーンに打ち込まれました。さあジャイアンツさらに1点2点追加して、2点リードと状況変わって、高橋由伸3回の裏です。ホームランでした。配球はご覧の通りです。さあ1球目から振っていきますね。まず1球目何来るか。おお、当たりは良かったんですけどね。ファースト森野が抑えて、ファーストゴロというところです。待ってたストレートがインサイドに来たんで強振したんですけどね、ちょっとタイミングドンピシャすぎたのか、まあ、ファースト正面ということで、まあ、ファーストゴロ。高橋が入っています。さあ6対2と4点リードで場面は変わってます。ここで多く得点しておきたいですね。なるほど。ツーアウトランナー3塁1塁です。最初の1球は、ワンボール SFF というところで外れています。2球目何投げてきますか。これも外れますか。この球はシュート、あー外れました。低めに外れてますね。内角に落ちるボール SFF、 低めにシュートと続いて、第3球。改めてお聞きします、バッターボックスの、うわー引っ掛けたな。これはゲッツになるか。あーツーアウトか。今のボールなんだろう、ちょっとストレートにしては遅かったかなっていう感じがしたんですけど。さあそしてピッチャーは武藤に変わっていますか。武藤はストレート149キロ、あとはシュート、フォーク、スライダー、カーブも、まあ、持ち球としては持っているということなので、まあ、変化球系ですかね。まずはスライダーでした。真ん中高め、やや甘めのボールでしたけど、タイミング合わずに空振りです。これが2球目。これは落ちるボールですね。落としましたが決まりません。このボールワンストライクになりました。さてバッターの高橋、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。そうですか。スライダーが外れてます。2ボール1ストライクですね。さあどうする。武藤ファウルになります。シュートかな。これが5球目。これもシュートですね。2球続けてシュート。打ちます。あー打ち上げた。空間に大きな打球、これはどうか。フェンス直撃。おー意外と伸びたな。もう一伸びでホームランというような当たりになりましたね。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁。ちょっと詰まったような感触だったかなと思ったんですけどね。さあ由伸はもう退いています。試合の方はもう決まりましたね。11対3ということで大勝しています。ジャイアンツ打ちに打ちました。16安打11得点で勝ちました。今日は西さん打撃で通しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。だったジャイアンツは大量点を取って、ツーランホームラン、同点のツーランホームランですね。一方ドラゴンズですが非常にダメージが残りそうな、そんなバックスクリーンに打っていきましたからね。特大のホームラン。今日は東京ドームの一戦ですね。由伸のね同点ツーランもフューチャーしてほしいところなんですけどね。その他の試合結果はご覧の感じになってますね。ジャイアンツ完全に独走態勢に入りましたね。まだ4月なんですけど、
さあ、今日は2戦目、中日との2戦目ということで、ピッチャーは吉見です。相手先発吉見、吉信は先発ですね。今日はちょっと坂本と話しておきますか。昨日は先発をしてスタメン落ちしましたからね。ここのところ打撃好調高橋由伸ですけどね、特に相手の失投すっぽ抜け、この辺りを確実に仕留められてるっていうのがホームラン、出てる要因ですね、一番のね。あとは変化球も連続で投げてくれるような場合には、まあ、残像が残っていれば、まあ、合わせられるようになってきたので、今までのストレート一本待ちっていうような待ち方をしなくていいっていうのもあるかもしれませんね、ホームラン量産の要因としては。まずはジャイアンツの先発杉内が東京ドームのマウンドに。小宮山さん、やはりバッテリーとしては今日のドラゴンズの一番は荒木が入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。ツーボールから杉内、ね、第3球目になりますか。重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。おー、抜けた。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンドバッテ三塁に向かう。ちょっとまずい守備をしてしまったな。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー三塁です。ここは少し不用意に行き過ぎたでしょうか。すいません、下手なんで。3ベースヒットを打たれています。まずい守備をしてしまいましたけど、ちょっとだいぶなんかまずい守備ですね、これね。1点取られてしまった守備のまずさは打撃で返すと。さあ、そして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。さあ、吉見コントロール一級品でしたね、ストレートのね。うん、ランナー動きませんね。初球141キロのストレート、内角ほぼ真ん中から入ってきました。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。今盗塁動いてきました。いいスタートしてましたよ。空振りしましたね。これで一打同点のチャンスですね。やはり総力というのは大きな戦力ですね。今のストレートで全くその通りですね。でしたか。ぐわー、ファウルボールです。スライダーどうだ。ボール球打っていった。大島追いつくな。掴んでスリーアウト。ボール球だったかな、もしかしたらね。ストレートだったと思います。これが先ほどの。さあ、3回の裏ツーアウトランナー三塁二塁、チャンスの場面で高橋由伸。高橋が入ります。ここは期待していいと思いますね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、チームとしては最悪でも同点にはしておきたいですね。なるほど、そうですね。まずはストレート。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。146キロのストレート。吉見データ上コントロール A ですからね。まあ、まず間違いなくね、甘いところには来ないと思っておいた方がいいでしょう。これは手が出ないか。厳しいとこに来たな、そう言ってレースそばから。スライダー126キロのスライダーが内角低めギリギリいっぱいですね。いやー、落ちるか、落ちてくれ。よし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 。どうだ。これはそしてやったー、2点逆転タイムリー。ジャイアンツバットの先っぽに引っ掛けた感じでしたけど、ライト前にポトンと1点ビハインドから一気に逆転。さあ、逆転したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いやー、このチャンスに見事応えてくれましたよね。ゲームはまだ序盤、このまま点差を開いていくことになるんでしょうか。試合の方は2対2の同点になって
高橋由伸またチャンスで回ってきました。ツーアウトランナー二塁、一打勝ち越しという感じですね。ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、こういったチャンスをしっかり活かすことが大事ですから、勝ち越しておかないといけませんね。なるほど、そうですよね。どうだ、次は吉見。やはり安易にストライクから入りませんよね。36キロのストレートがいますからね。なるほど、そうですか。落としていきましたが、これは外れます。これも外れてますね。ツーボールです。もしかしたら歩かせっていう可能性もあるかもしれないですね。ボール臭いところまでとして、ナイスボール。142キロストレート、際どいところに投げてくるな。やっぱりカットボール、スリーボール、ワンストライク。次ストライク取りに来るか、臭いところを投げてくるか。どうだ、ライト見上げるだけ入った、ホームラン。気持ちいいなこのツーランホームランは。高めのインハイのストレートだったと思います。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ジャイアンツ勝ち越し4対2。いや、インサイドに難しいボールでしたけど、瞬間の高橋由伸の立ち姿かっこいいな。頼れる4番の一振りでした。この回2点リードに変わります。さあ、ここで勝ち越しとなるホームランが飛び出しました。これはね、気持ちが入ってましたよね。このゲーム中盤、ここでリードを取りました。大きいホームランでしたね。まあ、中段まで運んでいきました。試合の方はそのままですね、由伸の2点勝ち越しホームランのまま2点リードですけど、追加点のチャンスというところでツーアウト満塁。6回の裏、ピッチャーは吉見から高橋にスイッチします。ニサ、この高橋対左ピッチャーはどうなんでしょう。いや、苦にしてませんね。というか左の方が得意だと思いますね。高橋ストレート、スライダー、フォークにスローカーブといったところが持ち球、はい、さあどうする、どんな球投げてくるか。まずはストレート、内角に投げました。145キロのストレート、ここは一発狙っていきますよ、満塁ホームラン。さあ2球目は何か。スライダーですね。同じようなコースにストレート、スライダーと2球続けてきました。落としてきましたが、これは外れます。押し出しもあるかな、もしかしたら。スリーボール。さあ、何投げてくる。落ちる、落ちてくれた。ホームに送球する、サードランナーがホームに帰っていきました。完全に詰まらされた当たりだったんですけど、センター前に落ちてくれた。ジャイアンツ期待に応えるバッティングを見せました。これストレートだと思います。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。試合の方はもうほぼ消しましたが、さらにジャイアンツの方が追加点を取って9対3、6点リード、まあ、セーフティーリードと言っていいでしょう。攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。ピッチャーはさらに変わって又吉に変わってますね。ちょっとデータ忘れちゃったんで、又吉データ見させてください。ストレート、スライダー、スライダー、まあ、高速スライダー、スライダー2種類持ってるんですね。そうですね、スライダー2種類持ってますね、まあ、ストレート、スライダー、この辺り頭に入れておきたいと思います。このスライダーから入ってきました。うわー、これはダメだ。ストレートですね、引っ掛けました。アウト、スリーアウトです。試合はもう決まりましたね。はい、
その後点を取り合いましたけども、最終的には10対5ということで、ジャイアンツの方が勝ちました。そのヒロミ2位でしょうね。勝ち越しのツーランホームラン、ダメ押しとなる、ね、満塁からのセンター前の、まあ、ポテンヒット気味ではありましたけど、きっちりと打点稼ぎましたから。さあスピスポ、今日はマツダスタジアムの DeNA と広島の一戦ですね。あ、クリさんね、前回クリとの対戦では場外ホームランを打ちましたけど、初勝利を挙げてくれたみたいです。さ あドラゴンズとの3連戦第3戦目というところですけども、ちょっと能力をアップさせましょう。対ミートが上げられそうなので上がりましたね。はい、あとパワーも上がりますか。ただパワーはとりあえずはいいか。打順が4番時打力が上がるって、この1680パワー取ったらこれつけたいですね。あとは総力、疲労回復上げていきたいですね。D まで上げたいですね。あと守備はというと、スローイングを1してこれでいいですか。ちょっと守備がすごく下手くそではあるので、ね、さ ドラゴンズの方はルーキー野村ですね。浜田、吉見ときてルーキーの野村との第3戦の対決。これから東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの6回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがですか。今日は一番が大島入ってますね。これはね、相当緊張してましたね。さあまずは1回の表守備です。まずはジャイアンツの先発小山が東京ドームのマウンドに上がります。ジャイアンツの先発はこちらの小山、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。3勝1敗防御率 3.04。 さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん、現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか。ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのように打った。さあどうだ。うわあ、これ抜かれるな。一塁決定、二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。右中間にツーベースヒットでランナー出ましたけども、2点先制されて、ただジャイアンツも1点返して1回の裏の攻撃。高橋由伸、ワンアウトランナー一塁の場面です。昨日のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。1ヶ月が過ぎて依然打率4割台キープです。先ほどはいい形で打線がつながりましたね。さあ盗塁の指示出てますので空振りしていきましょう。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。谷繁も肩がちょっとあれかな、落ちたのかな、もしかして盗塁を見事決めました。させなかったです。いや、今のは素晴らしいスタートでしたね。完全に余裕のセーフですもんね、これね。
これでアウト増やさずに一打同点のチャンスになりましたね。わあ、一度ボール打った。ここは打ち上げています。落ちるか。落ちないね。ツーアウト。ツーアウトランナー。ストレートでしたけどね、ちょっと球威に押されてしまいました。さあ点を取り合って3対2、1点ビハインドの場面。4番バッター高橋、ノーアウトランナー1塁。先ほどの打席は1塁には長野がいます。ヒットでランナーを1塁に置いています。野村、ここまでは試合をうまく作ってますね。3対2ですからね。まあジャイアンツから見た場合は2対3かな。まあ、順中にはまらないよう気をつけて。バーストの横抜けました。強烈に打ったんで、なんとかファーストの横を抜いてくれました、森野の横。さあ、そしてバッターボックスにはアンダーソンが入ります。さあ、一打同点のチャンス。まあ、ここアグレッシブに攻めていってほしいですね。アンダーソンも打率いいからな。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。そうですね。まずはストレート、ボール球ですね。ノーアウトランナー二塁一塁。どんなバッティングを見せてくるか。低めは外れました。ボール先行です。フォークボールですね。ツーボールとなってランナー二塁一塁。日産バッターのアンダーソン、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。スリーボールになった、まあ、そうですね。状況にもよりますが、基本的にはボールを見極めるタイプで、フルスイングが新庄の強打のバッターですね。そうですか。強い当たり、セカンドソン掴んだ。これゲッツーだな。コースアウト、際どかったがアウト。ダブルプレイ。1点も取れずか。ノーアウトランナー二塁一塁が依然1点ビハインドのまま、ドラゴンズ、ここでピッチャーが又吉にスイッチですね。同点のランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは又吉。ルーキー野村、これ5回の裏投げ切ってないんで野村に勝ち星はつかないのかな。さあ、マウンドを任されたのは又吉。今シーズン16試合目の登板です。1アウト、この回まで投げ切らせてあげればね、良かったんじゃないかと思うんですが、初球はチェンジアップから入ってきました。シンカーに狙っていきたい。同じところに、今度はシンカー、チェンジアップシンカーと続けてきました。さあ、追い込まれてからのバッティングになります。アウトコース、チェンジアップですね。ここまで3球続けて変化球。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁。5回の裏、高橋由伸。いい選球眼を持ってますね。これも厳しいところに投げてきましたね。128キロのスライダー、ここまで4球全球変化球できてます。そろそろストレート来るんじゃないですか。来た、高めのボール、大きな打球だった。よし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 、抜けた抜けた。どうだ、ランナー帰ってくる。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バッターランナーは3塁まで進みました。スリーベースじゃなくてツーベース扱いなんですね。送球中に進塁したってやつですね。3対3、厳しいコースだったんですが見事タイムリーを放っています。これ難しいボールなんですけどもね、執念で持っていきましたね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。ちょっと詰まったかなと思ったんですけどね、思ったより伸びてくれましたね。同点のタイムリーで、打席には5番バッターアンダーソン。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ、またも同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。次が2球目、内へのスライダーはボールになります。ボール先行の又吉。さあ、3球目は何か。ストレート打っていった。これは大きいぞ。掴んでスリーアウト。平田の正面ですね。ほぼ先ほどのシーン、ね、リプレイでご覧いただいております。打球が強烈でしたけど、平田の正面。
3対3の同点です。ノーアウトランナー2塁ピンチの場面で守備機会です。さあちょっとここはヘマできないな。勝ち越しの場面となっています。この場面の1点は大きいですから、勝つためにはしっかりしのぎたいですね。うん、そうですよね。ワンボール2ストライク、まあ、でも2番の荒木ですね。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、入ってくるか、レフト前ヒット、これで2試合連続のマルチヒット。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重にいきたかったですね。三遊間がちょっと空いてましたね。二塁にランナーいましたので、ジャイアンツここでピッチャーが変わります。ピッチャーが一打の場面でマウンドに上がったのは変わっています。さあそして打席にはルナが入っています。3番ルナ、さあなおもピンチが続きます。フルカウントから見逃し三振、まず一つアウトを取りました。ワンアウトランナー三塁二塁に変わって4番のモリノという場面。嫌なところで回ってきましたね。さあアウトカウントだ。左中間へ。どうだ、これは犠牲フライになるぞ。犠牲フライなら勝ち越し。さあ勝ち越しのランナーがスタートする。サードランナーホームイン。そうですね、犠牲フライになりましたね。モリノきっちりと犠牲。大事な場面だったんですが犠牲フライが出て勝ち越されています。これ難しい球でしたけどね、チリ打ち上げましたね。犠牲フライでランナーが帰っています。これかなり難しい球だったと思うんですけど、さらに1点追加されて5対3と2点ビハインドの場面で8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。福谷にドラゴンズのピッチャーが変わっています。背番号24、福谷が4番手としてコールされています。こちらが先ほどの配球になります。さあ吉信8回の裏、今日はまだホームラン出てません。8回の裏の先頭打者として登場。あ、福谷のレーダーちょっと確認してなかったな。初球わずかに外れて、ちょっと確認してくださいね。今のストレートも153キロ出てましたね。あ、ストレート157キロ、あとスライダーチェンジアップ厄介ですね。ツーシームも持ってますね。ストレート1本で待ちましょう。早いですしね、ストレートもね。ファウルになります。今のは何だろう、落ちるボール。わあ、打ち上げた。ここは打ち上げ、待ってたストレートだったんですが、セカンドが構えます。あら、抑えてワンアウト。今日はこのまま敗戦ということになりましたね。最後は岩瀬が締めたようです。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。今日大島5安打か。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。いやー、一人に5安打打たれたら勝てないよな。はい、というわけで勝利投手はこれはソジアっていいんですかね、ルーキーの村にはちょっと勝ち星はつきませんでしたけども、厳しいな監督、ここまで結果残してる4番に厳しいお言葉いただきましたね。さあその他の試合結果はご覧の通りです。ヤクルト、ベイスターズが勝ってますね。バリーグの方ではマリーンズとオリックスが勝ってます。ソフトバンクの方は試合がなかったというところですかね。ソフトバンクファイターズは試合なしです。トレードが成立したんだ。井川と、オリックスの井川がソフトバンクに移籍ですか。月間 MVP は、投手部門は菅野。私は吉野部ですね。まあ、当然だな、これはね。パリーグの方では大谷。野手ではメヒアか。
はい、というわけで、今回はドラゴンズの3連戦をお届けしました。次回はですね、タイガース2連戦、カープ3連戦と続きます。まさにゴールデンウィーク真っ只中というところの試合をお届けしていきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。